ヤフオクで買って5ヶ月くらい過ぎましたかね。委託落札頼んで 35,870 円経費がかかっております。品物届いてすぐに偽物って分かったんですけど、本物保証の出品ではなくて画像でご確認して入札くださいみたいな出品だったんで、相手に悪い評価を入れて泣き寝入りしたんです。悪質浜田庄司掛け合わせ言う花池こんな偽物もあるという動画にしてありますのでご参照ください。概要欄に URL 貼っておきます。最近思いましてね、なんでこのような悪意のある偽物を私が5ヶ月も保管してるんだろうってね。最悪の贋作ですけど、どっかに売って1万円でも損金を補填しようという考えが正直言って少しあったんですね。捨てるに捨てられないでいたんですよ。あとは将来的に贋作美術館って負の家宝をまとめて見てもらえる機会を作れるんじゃないかって妄想したりね。負の家宝いっぱいあるんです。贋作美術館はまだでも、贋作ギャラリーくらいならね、すぐにできなくもない。どなたか様がね、場所を提供してくださればね。でまた妄想して、優柔不断が私をダメにしてるって気がしてきましてね。こんな人を騙すために作られた品物を家に置いといたら断然運気も下がるような気がしてきまして、今回ぶち壊すことにしました。罪を憎んで人を憎まずって言葉ありますが、この場合贋作者人ですね。人を憎んで品を憎まずっていう気持ちもあるんですが、もしこの品を温存したら、またいつかこの品物は誰かを騙しますよね。そこには人を騙してほくそ笑む人も必ずいるってことになりますよね。そうなると私も騙した側に一枚噛んだようになってしまいますもんね。それは嫌ですので、ここは品物を作って売ったヤフオクの出品者を私一人が憎んで35,870円の損金を出して泣き寝入りして終わりでいいじゃないですか。私の中ではこの陶器、箱書き、小物を作った人は一人だと思っております。そして売った人もその人だと思います。憎たらしいですけどね、勉強させていただきました。でも先日また贋作掴んじゃいました。それは中村宗哲の炉縁なんですけどね。箱は本物、側中祭の書き付けも本物、中身は偽物でした。その動画もいずれアップしようと思っております。話それましたが、贋作美術館の夢も捨てます。この品物が二度と悪さをしないように、騙される人が出ないように、決断できる自分のためにこれを壊さなければなりません。今これを壊せれば昨日までの自分と少しだけ違える気がするんです。そのためにもやらなければなりません。では行きます。壊すものはこの陶器。この箱書き付け、書き付けだけですけどね。そしてこの共布、この箱書きはサンドペーパーで消します。箱自体はもともとは罪のなかったものですので、この書き付けを消して再利用いたします。そしてこの共布ですね。
こちらの絹のは再利用いたします。こちらはね、レンジ周りを拭いたら捨てます。今私たちが生きる世界から贋作が一つ消えました。これから骨董取引収集をしようという方の一助になれば幸いです。チャンネル登録していただけますともっと幸いです。それでは失礼いたします。